はい、どうも、三重ヒロジさんです。おはようございます。まあ、婚活の動画がちょこちょこやっぱ回ってるので、まあ、それに関する話をしようと思っております。42歳、子供部屋おじさん、実家住まいの男女が、婚活市場で懸念される理由ということでですね、まあ、2ちゃんの方から記事が出ておりますというところなんです。で、まあ、それぞれ3事例、記載されてて、まあ、なんていうんですかね、実家暮らしの、言うたら男性、女性、っていうのは、まあ、婚活市場で懸念されがちだということを、まあ、いろいろ話しておりますというところなんですね。で、一つは、まあ、男性の方は結婚したけれども、女性の方が実家実家って言って、実家に帰りまくるというので、結婚生活が全然成り立ちませんでしたということで、話がありますと。で、まあ言うたら、お母さんが作ったものを持って帰ってきて、うんたらかんたらみたいな形で、お母さんとの長電話がずっと続いてるというようなところでございました。で、二つ目に関しては、言うたら、子供部屋おじさんの件ですね。おじさんの方で、まあ、親に全部料理やら、掃除やら全部やってもらってるというようなところなんで、結婚されたらどうするんですかって言ったら、まあ、自分はできないなりにもちょっとまあ、やっていきたいですね、というようなことを言うてるんですけども、まあ女性からしたら、そういう、なんていうんですかね、まあ、家事経験のない男と一緒にこう暮らすとなると、まあ全部自分がやらなあかんのちゃうかというふうに思ってしまって、疲れるというところ。で、三つ目はなんか、親御さんがお見合いを組んで、やるというお医者さんの話なんですけども、まあ言うたら、女の人に、こう、アプローチ受けた際にですね、お母さんの方が全部こう経歴とかめちゃめちゃ見ると。で、お断りしたりするというところ。まあ、そこはなんか代々医者の家系で、まあ言うたらその男性会員は50歳ですというようなところなので、まあそもそもちょっと難あり感が半端じゃないんですけども、そういうようなところで、なかなか難しいですというところなんです。ちょっと極端かなと思いました、この件に関しては。ただ、まあ、個人的にね、この3事例を見て思うのは、まあ、子供部屋おじさんおばさんって結構増えてるんですよね。で、まあ、特に子供部屋おばさんっていうのは、増えがちだと僕は思ってます。増えがちな理由っていうのは、その平均年収の低さですよね。平均年収自体が、まあ、言うたら270万で、中央値で言うたら250とか240万、派遣社員であれば、一人暮らしが多分できないと思うんですよ。あるいは、まあ、できてもカッツカツですっていうような状態なので、まあ、それは家に住んだ方がええわというようなところなんですね。で、家事も、まあ、言うたらお母さんがやってくれるか、まあ、言うたら半々ぐらいで手伝うかみたいな感じでやっていくと、多分その一個人としてのワークライフバランスじゃないですけど、まあ、ライフの満足度っていうのはですね、上がるというので、それは普通に合理的だと思うんですよ。で、問題は結婚するにあたって家事能力がないっていうところが、まあ、男性も女性も子供部屋おじさんおばさんの問題なのかなというところなんですけども、まあ正直なところね、すべてができる人は、もうとっくに結婚してるか、まあ自分のその好きなこととかを探してですね、充実した生活を送るはるはずなんですよね、というところなんで、土台高望みかなというふうに思ってます。はい。なので、まあ言うたらそういうところも一緒にやっていくっていう気概がなかったら、なかなか結婚に結びつくとは無理かなと思ってます。うん。っていうようなところの前提条件がなかったら難しいかなと。例えば女性で、まあその派遣社員で、うんぬんだけれども、結婚するために一人暮らし始めますっていうのはもう大層立派なことだと思うんですけども、それやったらお金を貯めながらですね、母親のやってる家事、いや、まあ、言うたら、料理を代わりにやるとかぐらいで、僕は全然いいと思うんですよね。あるいは、別に男性の方だって僕自身料理しますし、なんかそこら辺のところはもう住んでみんなわからんと思うんですよね。ただまあ、男性の子供部屋おじさんの方は料理できるかって言ったらちょっとよくわかんないですけども、はい。でも冷凍食品とか、言うたら簡単なものであれば、本当に、スーパーで揃うのでですね、もうそこまでの味にこだわりがなければ、出汁から取
録とかしなくてもよかったりしますしね。その辺のところも、言うたら話し合いながらやっていければいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そもそも今残っているっていう現状を考えたら、その話し合いもなかなかうまくいかないんでしょうねというところなんですね。だから、そういう生活を2人で作っていくんだから、ないものはないで、それなりにこう言うたら話していきながらですね、やっていければなっていうところなんですけど、なかなかそこがうまくいかないし、そんなことができるやつは結婚してるわって話ですね、っていうところに戻ってしまうので、まあなかなか難しいんだよというところだと思います。まあなんでしょうね、でも子供部屋おじさんおばさんってね、家余りの現状なんで絶対増えるはずなんですよ。まあ資金的なところもそうですし、そんなあえて広い家に住んでて、予想に住む必要ってどこにあるのっていうようなところがあったりするんでですね。まあ、おじさん自身はもう、言うたら一人暮らし20年ぐらいやってるんで、もう、言うたら一人暮らしじゃないとちょっと落ち着かへんわっていうところあるんです。プライベートスペースであったりの関係でね。するんですけども、もうそうじゃなければ別に全然いいと思うんですけどね。はい。っていうところで、もう問題は一人暮らしをしてないところじゃなくて、家事育児をやってるっていう担保が見えないところだと思うんですよね。っていうようなところで、そこをじゃあどうやって埋めていくかっていう話し合いができないままお別れしたりとか、なんていうんですかね、うまくいかなくなったりするっていうところが問題なのかなと思ってて、はい。そうですね。そんなところですね。難しい。まあ、そもそももう今、お話、いろいろしてるんですけども、成婚率とかも、下がってると言いますか、そんなに高くない状態で、いろいろ組まれてもですね、それはうまくいかん事例っていうのはたくさん出てくるわと。まあ、だって、成婚率 10% から 20% なんで、っていうことは残りの7割、8割の失敗体験がたくさん出てくるわけですよね。っていうようなところなんで、この記事にあるようなことは、まあ、往々にしてあると。というふうに思っておりますので、それを聞いてもですね、めげずに、やっていくっていう覚悟が必要なのかなと思う、今日この頃でございますというようなところでですね、この話は終わりにしようと思ってございます。以上です。